今日も全力ぶっちぎりリオとマックスヒロ君でございます。はい、今回初ですね。まあこういつもね結構いろいろ聞かれるので。そうだね、今回ね質問に答えていこうと。はい、こうなんでございます。はい、はい、ということで第一弾の質問違います。こんなんと夫婦で立てたまるか。失礼じゃないちょっとねえ、そうですよ。はい、あの、はい、まあ、そう、いや、ね、いつも思ってますよ。綺麗やなって思ってますよ。何って？綺麗やなって思ってます。何って？綺麗ですな。はい、次行こう。はい、はい、これですね、もともとツイッター、そうだね、うん、お互いフォローしてたけど、もうそこまでこう絡むこともなく、結構月日が流れ、結構そうだね、フォローし合ってから長い、うん、長かったね、うん、俺がツイッター始めたぐらいからやからね、絡んでなかったよね。うん、そこまで絡んでなかったけど、なんか変な人おるわぐらいで思った。おいで、まあ初めでちょっとまあこう会うかもみたいな感じになった時は、俺がモンストグランプリ出てた時ね。 あ、そうやね、うん、何年前や。わからん、だいぶ前や。2回目のモンストグランプリだから、俺が東海大会で11位かなんかなった時のやつ、時だから、うん、それ3年か、そこら前か。そうか、あの時にまあ来る、うん、いや、そういうね、リアルでこう申し合ってる人がおらへんからみたいな感じで、応援行こうかなって言うてたんやけど、応援来たとこで入れへんよっつって、確かそんで終わってたような気がする。うん、なんか確か近くでやってて、うん、あ、行けるかもみたいな感じで、で、うん、そうやな、そのまま流れたね、うん、流れたね、うん、で、まあそっから、実際終わったのは、俺がハローモンのライブ行ってて、そうやね、ジュンと、うん、で、まあ近くで飯食っててな。そうそう、うん、まあその時まあ別にこう会うみたいな感じの話もなかったんやけど、ハローモンのライブがあるよっていう連絡をもらって、うん、で、あ、その日たまたま私も同じね、ちょっと名古屋だったから、うん、名古屋で友達とご飯食べる予定あるって言って、そこからだよね。あ、そうやな、その来るみたいな感じで、うん、その後でライブ終わってからで、ね、俺まだそこにおって、うん、メンバーと喋ってて、うん、でその時やな。そうやね、うん、フラッと私が行って、うん、まあ、ほんでまあ3人でな、ジュン君とね、うん、3人でモンストしてて、うん、まあ、そっからはね、こういつも3人でこう遊ぶみたいな感じだったよな。うん、うん、YouTube 始めたけど、俺は単純に言うと、うん、生活苦リアルや。ちょっとでもちょっと収入上げたいなっていうところからスタートして、ないけど初めはなんかこうどっちかというとでも趣味に近い。あ、そうだな、うん、がっつりっていう感じじゃなくて、実際こう本気でやりだしたのはまあこう3人でこうね、さっきの話の流れやけど3人でモンストしてて、ちょっとライブ配信やりたいっていう話をして、でまあ順にもりょうちゃんといつも3人やってたから自分やりたいねあって了解得て、じゃあまあ私もこうちょっとサポートするわみたいな感じになってな、どうせこう一人ではやらへんしみたいな。で、でそっからスタート、まあそっからな、そっからな、まあ YouTube な、本腰入れてやりだしたライブ配信してからやな。うん、でまあ俺がその生活苦っていうところなんやけど、まありょうちゃんに至っては、まあ、違うな、完全に私はサポートするっていうだけで、うん、どっちかというとこう YouTube に出るのは絶対嫌やって思うな。今でも嫌だからなんだな、顔出し嫌やっつったしな、絶対出やへんっつったもんできれば出たくない、未だに出たくない、うん、言ってたもんな、あの時はな。でそれでまあ一番初めが確か年始のガチャ、そうやな、うん、あの結構な人数で弾いてたよね、あの時ね。そうそうそう、もう連れがみんな集まってね、うん、それその時が初めてかな、うん、ほんでまあそっから単品でもやるようになったよね。まあその単品でやるようになったらほんと最近の話だけどね、うん、まああれあれやな、その上に編集やな。そうやね、どっちかっていうと裏方やるのが好きだったから、そのサムネに、もうサムネからだよね、そうだね、もともとこうそっち関係の仕事してたっていうのがあったからね、ちょっとセンスがないから、うん、おいそうやな、途中から俺サムネ作るの禁止になったもんな。作らんでいいわ私が全部作るからっつって
そっからや。そうやね。ほんでそっからで、まあ、実際パソコンを俺がもう一台買って、うん、で渡して、うん、編集しだしてからな。そうやね。まあ、そっからやな。そっから一人でも撮ったりとかするようになってってことやな。そうやね。機材いろいろ買いそろえて、おかげさまで。あれ欲しい、これ欲しいっつって。全部経費で。ね、リングライトは必須だから。今も使ってますからね。今ね、照明3機ならでは。だんだんだんって言うんはい。まあ、それがきっかけやね。はい。はい。じゃあ次の質問。俺が今42ですね。こんな格好してますけど。42、はい、独身36あ6ほんま、あんま変わらない私6 5 6、あれ待って、わからなくなるよね、うん、あんまりね、年取ってくるとだん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 自分の年わからなくなるよね。36だと思います、はい、まあ、俺もいますね、はい、私もね、あの、2人います、うん、まあ、俺は、あの、×2なんですよ最初の奥さんとの子供がいて、もう二十歳超えてますからね。大きいよね、うん、そのように見えもん来ないから、うん、よく言われるね、年齢不詳ってよく言われるもんね。で、私も本当初めて会った時ははぁって思ったもんね。30代だと思ってたから、あ、じゃない、39かなんか確か初めて会った時って。あ、そうやったっけ、うん、ギリギリ40手前ぐらいで39って聞いた時に、え、何言ってんのって思ったもん。嘘でしょ、冗談やめてよみたいな感じで思った記憶がある。さっきガチやって気づいてはっ、ってびっくりした。 おっさんですバツに、はい、で 今は、一人でコマちゃんと一緒に生活してなんか寂しいな大丈夫か大丈夫全然大丈夫、別に幸せやし自由やし自由を犯してるんだ強がりまあ、俺は三重県、うんうん、東海の三重、はい、はい、私岐阜県です、はい、なんで、まあ、俺は一人暮らし、うん、まあ、よくね、こう一緒に住んでるんじゃないのとか言われる、言われるね、うん、いや、片道40分かけてここまで橋に来てで、ここで撮影してるってね、りゅうちゃんって、ね、そうだね、基本ここだよね、はい、いう感じですね、うん、うん、40分かかります、はいその時間がなかなかもったいないけどね、うん、まあ、しゃあないな、一人やったらもんないからしてます。普通にサラリーマンだよね、はい、うん、だってそんな YouTube の収益なんか食っていけるわけない全然無理だよね全然無理ガシしてしまうまあね、最終的に一本になればどうやろうな。いや、俺なんだかんだ言って仕事続けてそう、あの、常に不安との戦いやん、 YouTube 一本って。実際まあ、今ね、あるウイルスのおかげで、まあ、ちょっと仕事の方がさ、そうね、うん、こう休みが増えちゃってる状態なんだよね、俺体調崩してるもんね、うん、やっぱね、仕事をしてる方がやっぱ楽よ、YouTube やるより、うん、それはね、正直、うんうん、それは YouTube の方が収益むっちゃ多いんやったら俺は、まあ、YouTube 一本でって言うとも考えるかもしれんけど、やっぱ仕事してる方が楽やね自分でお金を作り出すっていうのがどれだけ大変かだよね。そうだね、うんうん、まあ、人気商売だし、いつ落ちるか分からへんし ね、うん、そういう不安との戦いになるし、実際それが生活に響いてくるってなるとちょっと怖いなって、うんうん、まあ、今はこうね、普通のお昼のこう普通の仕事で2人ともベースがあるから、うんうん、っていう感じですね。ということでね、まあ、今回、こう、まあ、いつもよく聞かれることに対して、ね、答えていったんですが、はい、うちはもうメインゲーム、メインの妄想なん で、妄想に関してはね、こう一切今回なんと触れてないので、うん、なので、まあ、次回はね、こう妄想のこうボックスとか、まあ、そんなんね、うん、まあ、妄想始めたきっかけとか、うん、まあ、そんなことに対してね、次回はやっていきたいなって思います、はいはい、ということでね、まだまだ、この2人のことを知りたいなって興味を持っていただいた方、よかったらね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います、はい、それでは皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。次回お楽しみに。